ちょっと思い出した話があってな。また何も言うてへんでしょうが。という茶番は置いといて。はい。灯油ガキっていう話がありまして。え？灯油のガキ。はい。灯油ってあのストーブとかで使う灯油な。はい。のガキ。灯油とガキでもよ。タイトルとしては。はい。そういう話がありまして。はい。気になる？気になります。灯油の販売とか配達をやってたことがあってな、うん、とある家に配達してたんや、はい、定期的に割と、うん、だからほんでな、その家が旦那は見たことないんだけど、うん、いるんかどうかわからない、うん、旦那はいるんやけどおらん、俺が見た時はおらんかっただけか、うん、もうシングルマザーなんかどうかわからないのな、はいはい、子供が4人ぐらいいたんやったっけな確か、うん、なぜ子だくさんやってんか、うん、多分それぐらいいたんや、はい、で配達行くやんけ、うん、ほんでな、まあ普通に、まあ、灯油代もらってお金もらって、はいはい、灯油渡すっていうのは当たり前やんけ、はい、そういう感じやん、うん、でな行ってたらな、うん、冬も終わり頃になってくるとな、はい、もうガキって言うわ。先にもう灯油のガキって言ってからもう、はいはい、ガキで言うわ。ガキが、はい、と空の灯油のポリタンクを持って出てきたんや。はい。で入れてくださいってことなの。うん。でお金もらわな入れられへんよ。うん。でお金あんのって聞いたんや。ないとか言いやがるか。うん。で入れられへんやん。うん。で、お金なかったら入れられへんなとか言って、うん。言うやん。はい。でも、お母さんが入れてもらえって言ったからとか言って。で、うん。どうしようかな思ったけど、まあ、家は分かってることやし、うん。まあ、後で取りゃええかと思って。うん。取れ、そのあれやねんで、その灯油渡したら、うん、とりあえず俺が建て替える形になるからな。ああはい。だから俺が損するわけ、取りっぱ、うんうん、取りられたら。わかる意味。わかりますわかります。だから俺がおごってやる、うんうん、一時的に建て替えることになるのか。うんうん、俺でもしょくそだ、もう別に俺子供好きでもなんでもないからな、どうでもよかったけど、ああでプッと2回見たら。うん、母親が覗いとんのよ、カーテンの隙間から、うんうんうん、それも見えたんや、うん、はーんと思って金がないんやなと思って、うん、とりあえず灯油を買う今、うん、でもまあ後々取り立てたらええかと思って入れてやったんや、はい、優しいやろ俺、うん、でまあ今日のところはまあええかと思って、うん、2個ぐらい持って出てきよってね、ガキ。ポリタンを。うん、でもさすがに2個をさ、うん、立て替えておごったったらさ、リスキーやから、うん、2個は無理やな、つって。1個だけ入れたろわ、つって。でもガキもね、なんかええー、みたいな顔してん、何がええじゃボケとか思いながら。2個入れてほしかったら、現金を持ってきやがれ、ボケなすとか思いながら、心の中で。まあ、とりあえず1本。優しいな俺今考えたの優しいゼロは一本も入れへんかったらよかった今思えばでもまあ家分かってしいつでも取り立てられるやろうと思ってさ、うん、入れたったんやはいで、まあ、後日、まあ、1週間に1回 その辺行くからなうんで行くたんびにピンポーンピンポーン鳴らしてそうしてるたんびそうしてるうちにさうんもう春が来て暖かくなったから灯油いらんくなってきたんや、うんうん、だからさほんでピンでも行ってピンポンピンポン押したったんや行くたんびに、うん、出てきやがらへんねんどうやって2回見たらその母親が上からやっぱり見とんねんか、うん、この野郎がイルス使いやがってとか思いながら、うん、行ってるうちにしまいにだから夏になって行かへんようになったんや、うんうん、取りっぱぐれたわ今でも取りっぱぐれてるわもうあん時のガキも多分もう成人してるから、うん、取り立てだろうな今からでもどこあの家がどこにあったかもう忘れてしもたわ
だから何が言いたいかっつうと、はい、やっぱガキをだしに使って、うん、そうやって同情を誘う作戦やったんやな、うん、おそらくな、うん、そんなもんにまんまと乗った俺がアホやったわ。だからみんなも乗ったらあかんで。以上です。はーい。